はい、どうもルーでございます。水分ナイツやっていきたいと思います。はい、まあちょっとね、情報遅くなってるんですけど、昨日のね、セブンナイツ緊急特番で、まあ言ってたことで、まあどんな感じなのかっていうのを、まあ少し紹介していこうかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあギルドダンジョンっていうのが、ちょうどね、韓国版シーズン終わっちゃって、見れないんですけど、簡単に言うと、まあ、ギルドレイドみたいな感じですね。で、各領地あると思うんですけど、この領地を、まあこれ日本版とね違うから多分こういう感じになってくるんじゃないかなと思うんですけど、各領地をね、レイドボスみたいな形で、まあ1体から3体ぐらいねモンスターがいて、でそれを倒していくと、ギルドのメンバーで力を合わせて、でギルドのメンバーで、まあ、全員で倒していくんですけど、倒し終わると次のエリアに行けると、1の1をクリアしたら1の2に行けると、まあ、そういう感じですね。で、誰かが今やってる状態だと参加できなかったですね。やっぱりスコアのヒットポイントの兼ね合いで、誰かが先に参加してるとその戦いが終わるまで入れない。で、1エリアクリアすると報酬があるのと、俺上位に入ったスコアのランキングで上位に入ったことないんで分かんないんですけど、言ってた感じだと1位から3位までの方には別の報酬があるということだと思います。で、さらに、シーズン終わると、まあ、ギルドでね、どこまで行ったかとか、スコアどのぐらい出したかとかで、ランキング付けされて、ギルドごとの、まあ、ランクごとですねにシーズン報酬っていうのがありました。でそれは確かにルビー、韓国版ではルビーだったんですけど、まあ、日本版では別の何かがもらえるっていうことでしたね。もしかしたらアクセ覚醒の、に必要な素材なのかかもしれないですね。まあ、そんな感じで、まあ、想像しております。で、なのでね、まあちょっと、まあ、参加してもらわなきゃ困るっていうコンテンツにはなっちゃうのかなと。なので、ギルドの募集で、ギルド団長参加してくれる人っていう形になっちゃうんじゃないかなと。なので、ギルド戦、寺王国防衛戦でギルド団長形で、まあ、上位に行けば行くほど必須っていう風になってくるのかなっていうふうに思います。で、寺王国とかもね、参加した人しか報酬がもらえないっていう形になればちょっと変わってくるんですけどね。工場戦みたく、まあちょっと難しいですね、そこら辺。まあ自分もギルマスやってるんで、そこら辺のさじ加減がかなり難しいですね。まあ今なんだろう、初めて作った時と違ってね、ガチギルドでやってるわけじゃないので、そこら辺難しいんですけどね。まあこれを見てるギルマスさんたち、サンマさんたち、ギルメンの方々、まあ、どういう風に考えるかわからないですけれども、まあ基本的にやる気がある方は参加すると思ってるんですよ。なのでまあそこら辺はね、まあやっぱり今後ギルドに参加していただけるかどうかっていうところのさじ加減にはなってきちゃうと思うんでね。
まあぜひね、まあ、ギルドのためにね、まあ、所属させてもらってるギルドのために頑張っていただきたいなと思います。はい。で、まあ僕が次に紹介したいのは、25日実装ですけど、先にちょっと見ておきたいなって思うのが、まあアタランテ、ちょちょちょ、まあこれがね、覚醒前の星6で、これが覚醒弓をね持ってる感じですね。ちっちゃい槍みたいなのと、でグローバンだとどうだったかな、グローバル版だと攻撃型だったのかな、ちょっとまあ曖昧なんでこう置いとくと、まあ、韓国では魔法型で実装されました。はい。で俺持ってないんであんまりちょっと性能詳しく使用感とかわかんないんですけど、一応スキルの情報とかがあるのでそちらを出していきたいと思います。はい。アタランテスキル1が、敵全体に魔法力 90% の魔法ダメージを2回、で追加で対象が少なくなるほどにダメージが上昇、クリティカル貫通が適用、これが75秒のクールタイムで使える。なかなか恐ろしいスキルですよね。でスキル2、敵全体に魔法力の 100% のダメージを与え、防御型支援型に魔法力の 100% の魔法ダメージを2回与えます。追加で急所攻撃が、これ急所攻撃はどうだったかな、急所攻撃は必ず当たるやつだったかな、ちょっと忘れちゃったな、確かそうだった気がするんだよな。コルトとかが持ってた気がする、コルトが確か初めて持ってたような気がするんですよね、急所攻撃。そうですね、急所攻撃、より多くのダメージを与え、回避効果適用されている敵にダメージを与えられることができます。まあ、もしかしたらアタランテに急所攻撃、追加されるかもしれないですね。でアタランテが入ってきて、まあ、ブブが完全に退場していくみたいな、もうアリムがブブと同じパッシブ持っちゃってるんだよね。やっぱりかぶって使ってる方もいるけど、そのかぶって使うのがそろそろできなくなってくるんじゃないかなと。まあリンのおかげで消滅のね免疫がついたりもしてるんで、前衛キャラ全員消滅しないとか、だからそろそろブーブーが消えるのかなっていう、まあ、急所攻撃はあるんじゃないかなというふうに思います。で、自分に回数免疫4回、通常攻撃2回攻撃し、対象のターン性バフを1ターン減少させます。追加で全ての攻撃に追加攻撃が発動し、自分が倒れるとき 50% で1回復活します。さらに復活するたびに旅に行っていく、仲間に復活させられてもってことか。回数免疫4回、まあ、回数免疫少ない印象ですけど、復活でまた4回つくから結構強いですよね。追加攻撃、まあ、相手を倒したらダメージがまた出るっていうのと、通常攻撃2回でターン性バフを一旦減少させる、まあ、ちょっともうわけわかんないスキルですねまあここら辺は多分実装されないんじゃないかな、さすがに。まあ、攻撃、通常攻撃でターン性バフ削減っていうのはもしかしたらあるかもしれないけど、どうですかね、2回攻撃はないんじゃないかな。で覚醒スキルが敵全体に魔法力の 140% の魔法ダメージを2回で、覚醒ゲージを 100% 減少させます。追加で防御無視クリティカル、
覚醒ゲージ減少はとりあえずタカが持ってるのでそこが優位性なくなっちゃうんで、そこのままそこはついてこないんじゃないかなっていう気がしますね。で、スキル強化が、スキル1のダメージが 100% になると。で、スキル2レベル50でスキル2の、100% の魔法ダメージ2回に変わるということで、ここら辺はもしかしたら似たような感じで来るかもしれないですね。急所攻撃じゃないですかね、あるとすると。コルトになかったんでね、コルトに来ると思ったんですけどなかったんで、これはあるんじゃないかなと。でもしかしたら日本ではどうだろうな、今攻撃型に追加攻撃とかあるから、やっぱ攻撃型じゃなくて魔法なんじゃないかなっていう気はしてますけどね。で今のタイミング防御型も支援型も流行ってないんで、防御型支援型に追加攻撃っていうのもない気がしますね。まああるとしたら万能型じゃないかな。まあついてこないでしょうね。今割と攻撃型をメタル感じになってると思うんで、攻撃型が少しずつ一回いなくなっていくのかなと、魔法パーティーが流行ってくるのかなという気はしてます。で、専用装備ですね。で、持続スキルね、味方に魔法キャラが2体以上の場合、敵全体を受けるダメージが 70% 上昇、まあ、これに近いのが来るんじゃないですかね。ブブ退場させるっていう想像を予想してるんで、まあそこの部分でまあ有利になるパッシブがついてこないと使いにくいのかなっていうところはあるんで、まあ魔法型であれば特にですよね。やっぱり火力を上げてくるんじゃないかなと。で今だとメンタ入っちゃったか、日本は。まだか。ダメだ。今だと、まあ、リンがクリティカルダメージ上昇。で、アリムが攻撃力、魔法力上昇。で、バネッサが相手の防御力だよね、減少。受けるダメージっていうところがなくなってるんで、相手の。そこはもしかしたらあるかもしれないですね。こっちのダメージ、それかこっちのダメージ量上昇か。まあでもデバフになると、ちょっとデバフが2つになると強すぎちゃうかもしれないから、バフの可能性はありますね。ここら辺もね、結構昔論争ありましたもんね、どっちのが強いかみたいな。だ結局デバフの方が強いっていう、まあ、結論にはなったと思うんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。でちょっとスキルモーション見ていこう。で通常攻撃、これで2回なのか。でクリティカルで、第2スキル、やり投げですね。おお、すげえ、めちゃめちゃ派手。で覚醒、いいっすね。ものすげえ派手になってんな。まあちょっと俺も当たらんって持ってないんでね、見たことなかったんで。
はい、まあこんな感じですね。でセット装備とかあのアクセ覚醒アクセとかは韓国にはないので、まあ、そこら辺はもう想像でしかないんですけど、まあ覚醒アクセやばいでしょうね恐ろしいでしょうね。なのでちょっと自分楽しみにしていきたいなと。まあ最初のスタートはね一緒なんで、まあそこで、ね、まあ追いついていきたいな、追いつけ追い越せで頑張っていきたいなと思ってます。なので情報をねしっかりあのアンテナ張って集めていくっていうことと、あと集めた情報はねあの公開していくっていう、まあそういうことをあの今後もね、やっていきたいなと思いますので、もしよろしければねチャンネル登録高評チャンネル登録して、行っていただければなと思います。というわけで、セブンナイツ、千日記念のアップデートに関する、知的な見解、そして、アタランテの、紹介でした。ではでは、お疲れ様でした。バイバイ。